しんじさんこんにちは。あれだね、ちょっと音楽かけた方がいい。軽くモーニングミュージックよいしょ、少々お待ちください。今日夜あんま配信できひんかなと思ってゲリラでしました。想定外の時間に始まった。想定外でした、すいません。想定外だった。皆さんこんにちは。想定外の配信をしてしまいました、神田です。すいません。とりあえずちょっとイベント中なのでやりました。ゲリラなんで、そう、たくさんの方来てくれへんやとは思うけど、とりあえずやることに意味があるはず。在宅ワークやからいつでも大丈夫やけど、あ、今日在宅ワークの日？いいな、在宅ワークってめっちゃいいですね。しんじさんの話を聞いてると在宅ワークってすごい便利やなって思っちゃう。会社的にはあんまりよろしくないと思うけど。みんなのあくまいさんこんにちは。天気すっぴんかわいいよ。ありがとう、すっぴんです。こんにちは。顔文字でうさぎのアバターさん、名前なんて読むんですか。顔さんさん、あくまいさんもおはよう、こんにちは。こんにちはか、おはようではないか、まだ午前中やからおはよう言ってたよ。全然世間はもうだいぶ何時間も前に起きてるもんね、きっと。足はさっき起きましたが。ひろろんさんこんにちは。よいしょ。どうせメイクをするのなら配信をしてしまい、配信です。よければ皆様、来てくださった方、イベント中、お誕生日イベント中なので、もしよければ応援していてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ポポポイントポポポイント応援していてくれると嬉しいです。 Hello from Indonesia. Indonesia? Really?Hello, how are you? こんにちは、皆さん。待って、ひょっとして。パウダー下にあるんちゃう。あ、落ちた。パウダーが見当たらぬ。え、かわいいだって、ありがとうございます。48グループ箱推しさんなんですか？嬉しい。こんにちは。ま、よいしょ、メイクをしています。メイク配信、顔にのせるパウダーが行方不明で、そう、いつもはねメイクポーチの中に入ってるやつが入ってなくて、多分カバンに入れっぱなしだわ、私玄関にあるカバンに。取りに行くのめんどっち。今日はユニクロ行けるくらいまで生き返れた。今日はユニクロ行けそう、行けそう、生き返った。ただまあまあ、いろんなね、時間的な問題ね、やることありすぎて行けるかどうかわからんっていうのはあるけど、一応生き返りましたよ。ありがたい、すいません、本当に。昨日は死んでました。昨日は、はい、昨日は死んでおりました。リアルガチで死んでましたね、今は。よかっ
かったよかった、生き返ってほんとよかった。あ、水部さん、カズさん、こんにちは。どうぞファンレベルアップ、ナイス。いや、マジでユニクロ行きたいんですよ。いや、今日も暑そうだから、確かに。ありがとう。いいな、在宅はもう一個も出ないですか？お家から。よいしょ。期日前投票もいいかな。そう。期日前投票。用事なければ出ない。今日はもうファンシーのライブとかは。あくまさん、ナイス。七夕、ナイス。ありがとうございます。ハート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 。そっか、七夕や。今日七夕じゃん。うわ、玉ねぎさん、なにこれ。笹の葉、ありがとうございます。かわいい。明日あるに。明日なんや。明日なのね。今日ではなく明日。結構あるっていう。ぜひ願い事を。願い事ですか。4月10日のイベントが成功しますように。かわいい。玉ねぎさん、ありがとう。そんなに、すいません。あの、お仕事中やと思うに来ていただいて、ギフト投げていただいて、音符も。玉ねぎさん、本当にありがとう。お仕事頑張ってください。たけさん、こんにちは。あんころもちさん、こんにちは。すいません、本当にあのゲリラでメイクとかしたから。しかもほんまやね、まだあれやん、お仕事中やん、みんな11時やん。だからいつもお昼配信するときは12時ぐらいやったんですけど、今日ちょっとやること多すぎて早めにメイクを終わらします。夜がね、あんま配信できなくて。多分メイチも入ってるし、ありがとう。でもニーさん、マジで本当にありがとうございます。一緒に頑張ろうね。ナメちゃん、こんにちは。こんにちは。神に切り、神切りに行ってます。その後東京駅で発見。水ムーさん、やった。神切った新しい水ムーさん、台に来てくれるんですね。ありがとうございます。行ってらっしゃい。美容院発見も行ってらっしゃいです。やったね。イベント来てくれるの本当嬉しいですよね。本当に一部二部まだまだチケットがあるので、買ったらぜひぜひ皆さんいらしてください。ユニクロお姉さん、こんにちは。ユニクロお姉さんやったもんな。ユニクロで働いてる人みたいやん。ユニクロのお姉さん、確かに皆さんでも素敵ですよね。多分すごい大きな企業やから就職するの大変なんやろうな。ショールームイベント中特に忙しくなるイメージある。なんの、ショールームイベントに限らずですよね。まあ1週間2週間もあればイベントって、そのうちの何日間は忙しくなるのはあるあるなんかもしれんけど、ミクチャとかも結構最終日かぶったりとかしてて、なんで今日やねんみたいな。ありましたよね。前回はそう、意外と大丈夫やったと思うねんけど、イベント中。今回は結構やばいかも。でもショールームイベント開けてからの方が忙しいんですよ、私実は。うわ、たけさん、スイカナイス。ごちそうさまです。ありがとうございます。西東へ移動が多いから。そうなんだよね、西東へ移動が多いんですよ、私。そう、やばいっす、やばいっす。お財布もやばい。お財布もやばいですが、頑張っております、なんとか。よいしょ。でも今度東京に行くとき、ホテルほんまマジで怖いもんね。
ジで怖いホテルが。前ホテルすごい大変やったんで、今回もマジで緊張する。ホテル泊まるの。もう何回もホテル泊まってて虫出るとかさ、マジな。はい、声今聞こえてますか？こっちだと聞こえるかな。でラジオに一回戻して、こっちを消して、でもう一度開いて、今一回 iPad に変更したんですけど、もう一回携帯の方で。どうや？聞こえる？よいしょ。どうですか？聞こえる？戻ってまいりました。裏技を使いました。 iPad に一度移動して、多分やねんけど電話すると携帯のマイク機能がなんか変わるから、配信用と電話用と。電話かかってきて出ちゃうと、なんかショールームの配信の音が消えちゃうみたいで。あ、よかった、帰ってきてる、よかった、よかった。シンジさんナイス七夕。すいません、皆さん一人で皆さん喋ってて。そう、お電話、お電話、お仕事お電話でした。そう、お仕事電話がねありまして、もう終了ですけども、どう？メイク業務連絡なった、ごめんね、ただいまやで。ループしてた、ずっとこの時間なのに。あ、そうかそうか、今全部喋ってたんですけど全部無音やって聞こえてなかったんや。そうや帰ってきた瞬間に全部説明したんやけどさ、無音で多分カメラの音あれなって、だからよいしょ。なんか夜に電話かかってきたりすることも結構あるんですけど、大概お昼はやっぱ日本の事務所やったりとか、お仕事関係の方だったりとかするんですけども、夕方、夜はだいたいスペインからかかってくる。てっちゃんやっほーい。あ、電話で思い出した、私楽天カードに電話しないと楽天カード止められてるんですよね。なんか気づいたら楽天ペイ使えなくて、えってなって、ほんならなんかメッセージ来てて、
不正利用されてませんかみたいな、カード止めましたけどみたいな来てて、されてないですけどと思いながら、多分私がなんか何かを買ったのかな、スイカにチャージしたんかな、多分なんかそういうので不正利用ちゃうかみたいになって、で止められちゃって、今楽天ペイが使えないんですよ。で4時16分やからな、そうなんです、全然使いすぎてないの、楽天カード私全然使ってなくて、そう全然使ってないんですね、本当に月 2,3 万ぐらい楽天カードは、なんか絶対止められることなんてないんですけど、そう楽天カードはあんまり使わなくて、楽天ペイとコンビニとかでピャッて払ったりとか、あと楽天系ポイント貯まる系のところでやったりとかぐらいなんで、全然使ってないのに止められたから、ガチで不正利用されたんかな、ガチかもね、ひょっとしたらガチでどっかでほんまに何十万が使われたんかな、あ、課金してたら止められた、そうなんや、なんか大丈夫って、結構楽天のね機能簡単に止められる、まあ安全っちゃ安全やけど、その方がほんまに不正利用ってなった時に勝手に止めてくれる方が安心やけど、何にもこう私が自分で買い物してるだけでもね止められるのは、おいおい使えないんだけどってなっちゃうね、本当に不正利用かな、かーくんこんにちは、結構楽天本当にセキュリティが高いからきっと勝手に止めてくれてるんかなと思うねんけど、なんでなんやろな、ほんまに別に使ってない、マジで楽天ペイとあとはビタパ、イコカ、スイカのチャージぐらい、でもこの間一気に、いつも私スイカチャージ3000円とか5000円とかぐらいあったんですけど、この間もうチャージするのめんどくせえと思って1万円パンって課金してん、課金スイカに1万円課金したんですよ、それでかな、おっと急にそんなたくさん課金していいのってなったんかな、それはワンチャンあるかもしれんな、あ、ケンイチくんこんにちは、あ、不正利用は請求来ないから気づいてないのかな、あ、てちゃんもこの間楽天ペイ使ったって、短期間でちょろちょろ複数回してたから、なるほどね、課金スイカに課金、皆さんも使って、あ、ちょっとスイカに課金してくるわ言うて、チャージじゃなく課金、音楽なんで止まってんの、ショールームつけたからか、課金、スイカ課金、なんかスイカ買うみたい、ほらタカさん、まつげまつげ、茶色にしよう、パープルさんファンレブアップ、ナイスです、よいしょ、
それか新幹線で一回使っただけでなくした。しんどい。なくしたの？なくしちゃったん？それやばいですね。なんで？気づいたらなくなってたん？ちゃんちゃこさん、やっほい。こんにちは、みんな。みんなこんにちは。チークをぬりぬり。ああ、服脱いだ時に落ちたんや、滑って。カードのまま入れてるのやばいですよね。確かに確かに、こうスッて抜けていった時に分かんないから、ケースに入れるか、私スイカあれですもん、携帯に入ってる、もうアプリの中に、だからもう絶対落とさないの。きょうさんこんにちは。ウィッツー達弘さん、現場行く前に星投げれました。玉ねぎさん本当ありがとう。大丈夫でした。ヘナチョコカーブさんこんにちは。モバイルスイカ、そうそう、私もモバイルスイカ、改札通るだけのカード。あーなるほど、すごい。逆に言うとなかなかリッチですね。今から休憩。お、達弘さんやった。11時半、よいしょ、11時半からの休憩なのね。よいしょ。期日前投票に私は行かないとわかん。あ、モバイルスイカいいですよね。物理カードも持ってるけどほとんど使んなって。スイカはね、私も使わん。行こうか。ピタパか、ピタパは使う。見ての見てると頑張りたくなっちゃうんです。嬉しい。でもそう言ってくれるとありがとう。昼、あ、うん、早い昼は、あ、お昼休みが早いとってことか。後が長く感じる。ちょっとお早めの休憩なんですか。スイカなくしても再発行できるやろうやって。あ、そうなんか、いけるんちゃう。ほんなら石田さん、スイカ発行、スイカ発行、スイカのキムチ出てきそう。あ、500円取られるんや。500円取られるけどいける。モバイルスイカカード番号わかりますか。カード番号は確か、その自分が持ってたカードのやつ入れた気がする。私記名式のスイカでないと再発行できない時、なんだそれ。私ね、 ピタパは学生の頃何回かなくしたけど、スイカとまた違うんかな。どうなんや、同じかな。同じ、まあカードっちゃカードやから、どうなんやろ、わかんないけど。吉野家いいね、いってらっしゃい。1時間休憩ですか。スイカと記名式の、記名式のスイカって何なんですか。名前は自分入れるってこと。普通するの。私してないと思う。よし、あ、ごめん、パーンと音しちゃった。すいません、めっちゃ音鳴ったね。申し訳ないです。あ、持ってない。スイカ、スイカ持ってないけど喋ってたみたい。こうか。あ、記名なしやと思うって。あー、券売機で買ったら多分記名なしです。しんじさん行こうか。仕事中の初老さんです。いらっしゃい。あ、今週はゴミ当番なんですか。そんなんあるの、かわいい。もうやっほー。
飯田さんファンレベルアップ。電車に年間で1回も乗らない、知らんかな。あー、そんな乗らないんですね。そんな乗らんなら確かにいらんかな。今日ジム行きたかったけどジム行く時間ないな。年間費ちゃん間違えた、会員費あれなんですよ、月なんですよ、月こんだけみたいな感じやから行ったもん勝ちなんですけどそう、なんかいっぱい行きたいねんけど、私体動かすの好きやし、そうなんですけど、ちょっと忙しいな。うん、がやめるか今日は。悲しい。明日も明後日も行けへんねんけど、行きたい。え、来週行けるかもわからんねんけど、いやだ。定期込みだから記名式。ああ、定期やったら確かに記名式になるか。いや、電車使わないらいらんな、確かに。私、そう、読まなあかん。英語の本。テキストいっぱい昨日送られてきて。もう、無理。やる前からもう無理。ともやすくん、こんにちは。こんにちは。キャッシュレス使えるけどね。あ、確かに確かに。コンビニとか諦めないで諦めそう。もう心が折れそうだ。テキストが長い。頑張るしか、頑張るしか。イカティさん、こんにちは。でここ使わへんなーって、ほぼクレカ買ってビットカード。ああ、そうなんや。ピーってクレカにもうなんかピーってついてるんですか。え、そうそうそう、認証なしやから便利。そうそう、これから勉強、これからは違います。勉強も移動時間とかにするけど、今日はいろいろ準備やら移動やら、はい、あります。私歯が歪んでない、歪んでるかと思った。ああ、そうね、スイカは、ま、あれなんですね、愛知ではマナカ、どこかでエミカがありますよ。はあ、竹さんエミチーズになってる、イエイ、ありがとうございます。歯も可愛いって言われちゃった。というわけでメイクは一応完成でございます。どう、ちょっと出そうかな、よいしょ、じゃん、これを塗ろう。かわいい。よいしょ。今日はユニクロ行かなあかんな。行けるかな、ユニクロ。行けるように乗っといてください。ピースピースピース。たけさんピースピースピース。おっとっと。できた。か、これをちょっと。ああ、白羽山さん、大阪バス停イベントまであと3日。ドキドキ、ドキドキ。ペイペイカードをアップルペイに登録したらダブルクリック、フェイスアイディアから踏みなさい。あ、それはやばい。それは確かにめんどくさいですね。えみちさんキュンです。ユニクロお姉さん、ユニクロお姉さん、もう浸透してきてモテる。ユニクロお姉さん、ユニクロお姉さんなわけではないねんけどな、ユニクロお姉さんになろうかな。
プロのカードならピッてするだけやもんな。確かに確かに、ピッてするだけ。こうフェイス ID でマスクしててブルみたいな、拒否みたいなされるともうってなる。すっぴんからずっと可愛いんだけど、優しい。歯はずっとすっぴんだよ。歯のすっぴんってなんやねんな。みちがどんなお寿司になってるか。ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです。昨日病院のコンビニでそれなって焦った。並んでる時に反応しないみたいなね。なんかあれよね、くるくるするのが一番困っちゃう。くる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 みたいな、えちょっと待ってみたいな、急いでるんですけどお願いみたいな、なる。あるある、読み込み中。そうくるくるの読み込み中。たけさんハート。そうそう、読み込みはちょっと焦っちゃうよね。みたいな。あとは残金がありませんみたいな、チャージしてくださいみたいな、チャージってなる。だから多めに入れといてみたいなね、するんやけども。倉庫30度、扇風機から離れられない。うわっつー、クーラーも無理なんですか、倉庫やから。熱中症になっちゃうよそんな。大丈夫ですか。大変、30度、あちちあちちや、あちち。普段あまり使わない口座のデビットカードで残金高不足になったことある。それはやばい、忘れてたみたいな。ああ、倉庫はクーラーないんだ。熱中症に気をつけてしっかり水分取ってくださいね。危ないから、最近ほんと暑いし。お水ってほんま大事やなって思う。あるよ、私もちゃんとお水。シロハヤブサさん、やった、七夕ナイス、ありがとうございます。七夕嬉しい、ありがとう。そうなんですよ皆さん、今日は七夕らしいですよ。ずっとニャ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 、桃の花。違う、これこれじゃない。七夕の曲ってあったっけ。ひな祭りか、これ。すいません、ひな祭りや、間違った。七夕の曲ってないですか。七夕ってないのかな、曲。調べようとする。ないか。キラキラ星、あ、キラキラ光よ空の星よ、これ。あー、そうなんですから、周りのおっさんさん、今はショールーム配信なんです。え、見つけてくれはったんですね、ありがとうございます。七夕だからといって特にすることもないって、こうやってお空にお願い事するんだよ。篠早部さん、わかりません。キラキラ星がテーマソング、テーマソング。七回りのサザ、お久しぶりです。だってちょっと寒ない。いて、いて、滑った。もうそろそろ一旦配信終わって行こうかな、出発しようかな。
暑いね、暑い、いや暑いです。パープルさんファンレベルアップ、ナイス、ありがとうございます。じゃあゲリラメイク配信だったのですが、今日の夜はねあんまり配信できないんですよ。期日前投票いかんとあかんな。最近はなかなかショールームにはいないのでたまたま見つけました。え、すごい、たまたま見つかるのすごい嬉しい、ありがとうございます。4月2日からショールームにやってきて、でショールームの配信を毎日配信頑張っております。今のところそうで、この間もイベントを初めて参戦して、今はお誕生日、もうすぐお誕生日なので、なのでお誕生日のイベントに参戦しております。あ、フォローありがとうございます。でこれ今あるイベントもちゃんとホワイトボードに書いてやってるんですよ。もう運命だね。熱中症強いです。プチコースコンプリートナイス、ありがとうございます。というわけでもうそろそろお昼の配信は終わるんですけれども、今日はちょっとバタバタしちゃって、多分夜の配信がほとんどできない感じやと思います。あ、ささのはさらさらや、それや、絶対あると思ったの。出発進行を右見て左見て OK プップだけど、7月10日大阪でバースデーイベントがあります。バースデーイベント一部二部あるんですけども、二部はリナッチがゲストとして参加してくれます。はい、まだチケットあるのでもしよかったらいらしてください。7月15日は、サマ、ヤングガンガンさん、こっちから見たらサマって呼んじゃった、ヤングガンガンさんの、私も出てます、ヤングガンガンさんが発売されます。ぜひぜひ7月15日ゲットしちゃってください。でもって7月17日は東京で、アイリさんのトークイベントがあります。はい、ここにゲストで呼んでいただいたんで、もしよかったら、東京にいる方などいらしてください。アイリさんとのイベントです。で終わったら東京の、新宿で対面お話し会があります。対面お話し会は、まだまだチケットたくさんあるので、悩んでる方、初めて今聞いたよという方、え、なんとそれってなった方、よかったら来ていただけるとめちゃくちゃ嬉しい。私東京の対面お話し会、もしよかったら一枠増やすとかね、もしよかったらちょっとよかったら考えてください考えてくださいぜひぜひです。でまた次の日7月18日にはトークイベントがあります。このトークイベントは、私、レーニアンさん、ココちゃん、ナルさんっていう元 NMB の4人のメンバーでやらせていただきます。すごいレアで、すごいイベントだと思うので、こちらもよかったら来てください。お待ちしております。全部、インスタ、嘘、